こんにちは。今日はですね、こちらの本をご紹介していこうと思うんですけど、斉藤ひとりさんの簡単成功法則という本ですね。で、非常にシンプルに分かりやすく書いていただいてて、スラスラ読みやすくて非常にありがたいんですけれども、その中でですね、いろいろお伝えしたいことはあるんですけれども、 100% ですね、成功する魔法のルールっていうのがね、あるということでおっしゃってるんですけれども、 100% 成功する魔法のルール、これは何かっていうことなんですけれど、ひとりさんは大河で生きるということをおっしゃっています。大河で生きる、大河っていうのは、がよくがって言いますよね。ががある、ががない、がが強いとかね。で、そのがの中でも、普通その自分の都合でとかわがままにものを言うとかっていうのは、これは小がって言って、小さいがだと言うんですね。それに対して、大河を持てと、大河で生きるっていうことはどういうことかっていうと、これは、自分と共にですね、自分も楽しく、そして人にも喜ばれる生き方だということをおっしゃっています。で、まさにそうだなと僕自身も思うんですけども、世の中全ての人がですね、豊かで幸せになる、で、自分だけがっていうよりは、やはり周りも全て、自他共に、自分も他人も含めて周りもいい状態になるっていうのが理想だと思うんですね。で、そのためには大河で生きるっていうことをですね、常に意識するっていうことが、とても大事だと、まあ、これも考えてみたら当たり前なんですけども、僕自身もね、振り返ってみると、やはり、自分のがっていうのがね、やっぱ出てしまうっていうのが多々あるわけです。だからそれを、もっとね、意識していかないといけないなっていうことをね、この本を読んで改めて感じました。で、自分も、人も、そして他人も、で、もっと言うと、この地球上に住んでる生物すべて、あるいは物質すべても良くなっていく方向を見ていく。で、もっと言うと、この宇宙すべてですよね。なぜかっていうと、我々はすべて分解して細かく見ていくと素粒子でできているわけです。ですから、その素粒子っていうのはすべて元は同じなわけですよね、細かく細かく見ていくと。なので、突き詰めていけば、僕たちは全て同じ物質からできている、同じものからできているっていうことを考えると、もう自他共に、自他とかね、自分とか他人っていうのは、あまり関係ないわけですよね。自分も周りのもの全てがですね、幸せになる、いい方向に向かっていくことを意識していけば、必然的に、自分の状態も良くなっていくっていうことになるわけです。で、そういうことを考えていくと、まあ、このひとりさんはですね、神様からも喜ばれる、あるいは天にも喜ばれる生き方ができるっていうことをおっしゃっています。で、まさに、まあ、これもね、本当におっしゃる通りだなと、あとはもう実践をしていくだけだなということを感じるわけです。で、大河っていう言葉が出ましたけども、真河っていう言葉もありますよね。誠の河、真理の真って書いて、そして河、真河で、この真河っていうのが誰にでもね、心の中、あるいは自分の中心にあるっていうことを言われています。で、この真我っていう言葉、これも斉藤ひとりさんがよく使うんですけれども、真我で生きるっていうのはね、もこれは大河で生きるっていうこととつながってくるなと感じるんですけれども、真我で生きるっていうことは、自分の本当のですね、心の状態で生きる。で、そうすれば必然的に周りとか相手の人とか他人とかに波長があって、そしてその人たち周りと調和しながらですね、生きていくことができるっていう風になるわけですよね。で、そのことをですね、地球もですね、生きているっていう見方で見ると、地球が生きている、これはガイア理論っていうんですけれども、地球は生命体である、一個の生命体であるっていうことを1960年代にジェームズ・ラブロックっていう方がね、おっしゃってるんですけれども、このガイア理論っていうのを持ち出せばですね、やはり地球というのも一個の生命体である、そして波長を出してるわけです。だから、その波長と調和していく生き方、僕たち人間っていうのも自分だけとかね、周りの他人だけっていうよりは、それら含めて全部、地球の生物、地球の物質全てを含めて、あるいは地球自体ですよね、含めて、それらと調和した
生き方っていうのをしていくことで、波長が取れる。それがね、結果的には体ができるとか、心ができるっていうことにもつながってくると思うんですね。で、その地球の思いとか、周りの人の思いっていうのをですね、しっかりと受け取っていく、感じ取って、そして、それに合わせるというか、それと調和していく。そのためには、僕自身は一番大事なのは瞑想じゃないかなと。瞑想というか、心を研ぎ澄ますことで、それによって周りの波長と合わすことができる、あるいは周りの波長と調和させることができると思うんですね。で、瞑想とか、あるいは、こう静寂な状態を作る、これが、非常に大事だと思うんですね。今情報過多、あるいはいろんなね、もうテレビとかラジオとか、新聞、インターネット含めて情報がありすぎる、それとともに、心もやっぱりそれによって惑わされて乱されるわけですよね。で、どこかでやっぱりリセットする必要があると思うんですね。そういう意味で、瞑想とか、深呼吸するとか、そういうちょっとしたことがすごくね、僕は大事だと思ってます。ですので、瞑想するとか、心を落ち着かせるっていうことで、自分の心が本当の心に気づいて、そして、周り全部との調和、自他ともに調和していくことができるのではないかなというふうに感じています。長くなりますけれども、以上になります。今日はどうもありがとうございます。